こんばんは、ミスターマユメさん、メッセージありがとうございます。今、日本ではですね、深夜2時を過ぎたとこですね、眠いですね。はい、いつもはこんな時間起きてないんですけども、なんとなく目が覚めてしまいました。あ、でね、ミスターマユメさんの朝の動画を拝見しました。そうですね、マイアミは今朝なんですね。えー、後ろの方にね、結構いい車並んでますね。 ベンツばっかりみたいな感じがします。ピカピカですね。羨ましい。そしていい季節ですね。小鳥がさえずって。すごくいい雰囲気で一日がスタートした時に、そのいい雰囲気をね、できれば人に伝えていきたいし、そういう日々が続くといいなぁと思いますね。で、今回、社内の対応に対して、いろんなね、イライラが募ったと思いますけども、まあ私の場合でしたらね、まあ、あの、返信は動画でするかなって感じですよね。 あの電話がかかってきますよね。まあメールで返信しますねってことで、その場でやり合うと結構イラつくんで <laughs>、イラつくと思うんですよ。私はあんまイライラすることがないんですけどもあ、その件は分かりましたと。ちょっと後ほど私の考えを動画で送りますので見てもらえますみたいな感じにしますね。えー、もしくはあの、直接電話で対応した方がいい場合もあるんでそうもしますけども、だからね、なんていうのかな。あのリアルタイムで同時通話をする、同時会話をするっていうのと、 動画で一方的に喋らせてもらうっていうのをこう交互にするといいのかなと思います、えー。そしてですね、あなたの言いたいことも動画で送ってもらいますみたいにしていくとかっていうものもあっていいかと思います。でも、リアルタイムで話さないといけないことはリアルタイムで話しますけどもね。私の場合は結構ね、その、一方的に喋るっていうのをやるとお、電話とかでやるとね、対面であったりすると、だちょっと言い分が聞かれないっていう不公平感も残るんで、 私の言いたいことを動画でまとめたんで見てもらいますって感じで3分とか5分の動画で送ったりするかなと思いますね。うん、であと電話でねやり合いになった時に、まあ、イライラっときてムカッときてこの野郎って気持ちになった場合ね私はどういう風に切り返すかというと、まあ、こういう風に切り返しますね。いろいろ聞いた後でムカムカッとくるじゃないですか。で売り言葉に買い言葉をするんじゃなくてそれは一体誰が悪いんですかと <laughs> こういう風に、ね、わざと聞きますね。 通常こここうういいいいいとは聞きににくくし、この人が悪いってみんないにくいんな言ですよ。だから誰が悪いんですかって言いますねそれで,で A さんが悪い B さんが悪いって言い出したら分かりました A さんと B さんに全ての責任があるんですねじゃあ我々が揉める必要はないですねっていうふうにちょっと大きな声で言うんですよそうすることによって何が起きるかっていうと悪人を特定したのはあなたじゃないですかっていうふうに、えー、こちらからバトンを渡すんですよね ちょっと意地悪な方法ですけどもそうするとその人はいや誰が悪いっていうふうに言えないけどみたいな感じでちょっとひるんでくるんですよ <laughs> そういうのはねあのこう人の心理のコントロールですねうんだから悪人を決めるような悪人にはなりたくないんですよみんなこの人が悪いっていうふうに特定したくないんですよだからそれを使っていくことが一つですもう一つはですね分かりましたと今回のトラブル 私がいない方がスムーズに回りそうですから、この件はここまでにします。私を外してくださいっていうふうに、ちょっと半分ね、ふてくされたような感じでね。<laughs> うん。で、何か後でトラブルが起きたら、この人が私がいな,くい,ない方がスムーズにことが終わるっていうふうに言い出したんで、私は手を引いたんです。本当はやりたかったんですっていうふうに、今度はその相手の方に、ね、責任を転嫁するっていう方法があるんですよね。まあこういうふうにすることによって、あいつとやり合うと、絶対に自分が悪者になるから、 あの冷静に対処しようっていうふうにだんだん人に思ってもらえるんですよね。でも売り言葉に買い言葉をやっている以上喧嘩良そうい場合がずっと続くんでどちらにも非があるというふうにね認識するんですよね。まあ、ですんで余計に非、まあ、が消えにくいっていうことがあります。まあ、その他にもいろいろね人の心理をこうコントロールしながら結局は自分の思った通りにさせるっていう方法はあるんですよ。まあ、今回はあの2つの例をねご紹介しました。1つはですね、えー 対話しててるる相手に誰が悪いんんでですすかって聞き続けるんですよそうすると相手は必ずひるみます。<laughs> でうん、あともう一個の方法は、私のせいなんですねと。私がいない方がスムーズですね、うん。じゃあもう私、手も出しません、口も出しません。この件から手を引きます。あなたがやってください。っていうふうにね。 えー、申し上げますね <laughs> 解決する気があるんだったら私の言い分も聞いてくださいよっていうふうな意味がね込められてるんですけどもね <laughs> まあ意地悪ですねこういうのもね。まあ、だけどねやっぱりね感情できたら理屈で返すのがよくって感情に対して感情で返すと終わらないんですよ。で理屈に対して理屈で返すとこれも平行線なんですよ。 まあですんで私はね磁石の S 極と N 極みたいに感情論で怒られたら理屈で理屈で怒られたら感情論でっていうことで相手の心理をコントロールすることをよく使っておりました <laughs> 結局はそれでね自分の思い通りにことが進むようにいつもなってましたね、えー、そんな形でございます、えー、どうもありがとうございます